アパホテルじゃないんだよ。空いてなかったアパは。だから、違うホテルに来たんだけど、でもそれでもね、高すぎるわ。しかも大した部屋じゃないしね。うん。あ、春休みだから高いのか。全くもってね、いら、イラつくよね。 あ、匿ふわっちくん、パルちゃん頑張れ、ありがとうノーさんありがとういいんですか花咲かじいさん、花咲かじいさん、あじいさん、じいさん、じじいさん、はい、どっちき鍵返せよ、何の鍵うん。う親父にさ、頭下げてね、絶縁中だけど、家帰っていいかって聞こうかな。もうそうそう。 パルちゃん頑張ってね。ありがとうあえ、めちゃくちゃ可愛い子ちゃんから。めっちゃ綺麗じゃん。え、可愛い。ありがとうございます。配信者の方から。しかも高いアイテムだよね、これ。いいんですかこんな豚野郎に。うわ、高いアイテムあります。あ、君が君が君が,君が。今日のアルバム世のやつ。今夜が君がトップファン。君がいいだけやってけない。キキキキンキンキン、ドンチケ 養分のとこ行けばいや、まあ、正直さ家を借りたい。うんなぜなら、あのーまあ、家借りてた方が、まあ、自立しできるしいろいろとねできるからね養分が来いってよ豚。だから養分地を行くとしたらもう養分に頼み込んでね養分の家に俺の、ね、名前を入れるか。 それが012に入れるかってなると思うんだよね。俺さ、もう絶対に、ね、この、こんなこと言いたくないけど、まあ、あの、まあ絶対にさ、実家に迷惑かかると思うんだよ。あんま言えないけどね。で、もし、その、実家に迷惑かかった時に、ほら、なんか、親父には申し訳ないなって気持ちがあるから、 自分で家借りてやった方が絶対いいなって思うんだよ。<laughs> うん。だから、まあとりあえず、まあ、家借りる方,方向でね、ちょっと考えてます。<laughs> で、あの皆さん今日ね、ちょっとダラダラ喋っちゃったんですけど、ここね、チェックアウトね、何時までですかって聞いたら絶対1時ですって言われたんで、あの、1時までになります。 あ過ぎるとねいくら取られるかちょっと分かんないんでねうん2万円取られたからだからちょっと1時前にはもう出ていくんでちょっと放送早めに終わりますはいじゃあいきますおはようございますふわっちニュースキャスターのおもいです この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。 古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメント打つ方がいます。それはありがたいです。あ,ありがス。いす。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。では、やっていきます。ふわっち大炎上ニュースです でね、さっきロケット花火で投げてくれた人いたじゃん。見たら、めちゃくちゃね、有名なね、もうほんとランクが高い女性からもらった。ねえ、ありがとう嬉しいわ。ねえ、最近さ、配信者のかわいこちゃんから花火もらうんだよ。正直ね、俺ね、録画ちょっと見るときあるんで、自分のこと。汚いんだよね、面が。うん。だから、 なんて言うんだろう。こんな汚い面をね、見てくれてありがとうって、その配信者の女の子たちに言いたい。ありがとうございます。じゃあ、早速一つ目のニュースから。うん、えー、まあ、これね、あのー、皆さんね、あのー、僕、社会的ニュースをよくやってるんですけど、気になったね、社会的ニュースがあったんで、やっていきます。はい。あのですね、<laughs> ガーシーさんのね、あのー、除名を受けまして、なんとです、ガーシーね、親衛隊、ね、昨日、えー、参加者100人超えの規模で、ガーシー除名に反対でも、ふざけるな、国会前で抗議があったらしいです。影響力あるよね、ガーシーさん、やっぱり。 ええー。いや、そんなことさせるなって言ってね、抗議があったらしいよ。だから、バカードも、あのさ、じゃあ、多分ね、この抗議した人はガーシーさんが好きでやってるんじゃなくて、国会が勝手に、ね、勝手にというか除名したわけじゃん。で、昔パパ活したさ、国会議員いるじゃん。で、半年間出席してないんだよ。 その人は除名されなくて、なんでガーシーは除名されるんだっつってね。いう矛盾があるんだよね。うん。で、俺ね、まあ、税金とかいろいろやっていくうちにさ、なんか、政治家をね、なんか調べるようになったのよ。やっぱ政治は腐ってるなって思いました。この国を変えたいです、れは。日本人は、なんでこう我慢できるのもう我慢できないよ、俺はっきり言うけど。 俺もね、こういうデモ講義があったら参加しようかなぐらい思ってるよ。ね黙ってられないでしょ。え電波が悪い俺の声聞こえるうん。聞こえる電波。名前覚えてくださいね。え えー、すいません、あの、う男性のゴールドクラスの方、えー、あの、名前はちょっとね、あの、言うの申し訳ないんだけど、なんとか侍さんですね。えー、で、今思いました、クレイジー侍さん。ありがとう、ドンチキーあ君,が君が君が君が、今日のアラブ世紀を大つ今夜は君がトップワン君がいなきゃやってけないどンちきでも悪くないあ で、さらにね、こんなニュースもあります。昨日、おとといか、震災さ、ね、あの、リスナーさんコメント欄でさ、大久保公園の近くで、なんか事故の、なんか事故、事故があったと言っててさ、で、あ、なんか男の人が倒れてる動画だわ、見たんだよ。で、まさかさ、あの、リスナーさんからね、変な画像が送られてきて、見たらさ、 足がちぎれてた。うん。ポッカキットにありそうな、ね、グロ、グロ画像専用のサイト、ポッカキットにあるような、ね、足のちぎれ方してたよ。すごくグロかった、めちゃくちゃ。なんで、いや、車となんか接触して、事故ってちぎれたらしい。女の人も、なんか病院で運ばれたらしいけど。骨がなんか出てたね。 ああ、エグかった、めちゃくちゃ。み、だから写、写あるんで、写真が。でも、写せないから、みんなさ、見たい方は、ね、旧肉か肉球さんっていう方の、ツイッター見れ見えるからね。グロいのが好きな人は見て、見てみたら、ちょっと面白いかもしんないっす。はい。ナイスポチしとくね、ありがとうございます。えそうでしょ ありがとうございます。フォローされてないかわいこちゃんが、あの、は、アイテムくれたわ。ありやす。じゃあ、こっから普通にやっていきますね。うん。ふわっち大炎上ニュースです。じゃあ、まず一つ目のニュースから。はい。え、秋子ママ、出禁者が、えー、出ました。昨日、 アキコママとイキリストで二人でコラボ配信昼頃やってまして、なんと、ま、アキコママが言うというより、イキリストが発表したんですけど、どうやらこの方々はアキコママの店に行けないらしいです。はい。一応、出来になった人は、えミズニャンとペゴゴちゃん。ね。で、ユマルちゃん、えミニラさん。 りんちゃん。で、MY くんはノンアルみたいな。であと、豚2匹って言ってるんですけど、多分ミニラさんが連れてきてた女性2人の方。えー、あと、抜けてるかもしんないから、抜けてたらごめんやけど、まあ、これできんらしいですよ。MY くんはノンアルだけらしいけど。あきこママの店だろ、そう。あきこママの店。で、イキリストが、 その発表してて、まあ、なんていうか。秋駒はイキリストのこと好きだから、まあイキリストの言葉は絶対、みたいな感じになってて、冗談かなと思ってたけど、結構冗談じゃな、ぽかってよ、えー。え、俺もデキンなのうん。あゆまるちゃんネタなのえー、まあデキンらしいよ。ラジコンやん いや、わかんない。だから、それ言ってさ、で、まあ、あきこママがね、その時に、いやーそんなことは、冗談だわよって最後言ってくれればね、あ、そうなんだってなるんだけど、その時は結構、あきこマも、なんか、アンチにコメント書かれてて、あきこマがそんな風に見えなかった、みたいな。で、怒ってたんだよ。あ、だから本当なのかなっていう。ま、あ一応、できんらしいよ。うーん。俺もデキンなの俺行ったことないんだけど。 あ豚っていうのは俺のこと嘘でしょえ女性って言ってたけど。俺なの豚。俺キンなの。マジかよ。俺言ったことないんだけど。うん。出禁じゃないエンタメって言ってた。あそうなのまあ一応ね、そういう風に言ってたからね。ええー、まあエンタメかどうかはちょっとわかんないですけど。 出禁、まあ、って言われた方々はね一回あきこママに DM 送ってさ言っていいですかって聞いた方がいいかもしれません。はい、ってことだって正直言って言ファンタスティック投げたらその出禁解除しますっていうふうにやってたんだよ。相手もらってね。で最後にエンタメって言ってたらそれやばくないおおうおう,うん。分かる俺に言いたいこと。だから出禁は本当っぽいけどね。 エンタメって言うけど <laughs> じゃあ次いきますえーえー次がねあのミズニアンとペカコちゃんもできみたいな話あったじゃないですか今日なんとまあ今日はダッスーさんが言ってるらしいんですけどミズニアンさんが裁判する日ですえーミズニアンと桜虎ララタカさんの裁判の日 桜とか、桜虎隆さんが水には訴えたんだよね。内容は、まあ、誹謗中傷の件らしいです。はい。で、まあ、当事者同士は出なくて、弁護士同士が出向いて話して、なんか裁判の話をするらしいですね。桜たかと虎ね。そう、それ。うん。桜たと虎。あ、桜隆虎か,か。俺、桜たかと虎だと思ってたけど、桜たかと虎ね。 サクトラタカさんええー。誰でも訴えるんかだから、あの、サクラトラ、サクラトラタカさんは、なんかパチンコ配信してて、それに対して、まあ、いろいろ言われたんだろうね。柴田とかミズニャンに。で、柴田も訴えてたりとかして。で、ミズニャンの言動も許さなくて訴えたんじゃないだからどうなるかちょっとわかんないけど、多分負けると思う。 だって誹謗中傷だから。桜、虎、桜、虎、虎隆さんは、別に水にゃん小切してないからね。これはもう、結果が見えてんじゃないだからダスーさんが見に行ってるらしいが、結果で、ね、ダスーさんが言うと思う。柴田30万払ってたじゃあ水にゃんも30万ぐらい払うんじゃないえ、ね、え。イライラするの頭悪いの 俺はね、間違いなく頭いいよ。うん。あの、申し訳ないけど、天才だと思う。頭悪いように見えるでしょ頭悪いように見せてるだけなんだよ。ええ。実は天才なんです。あの、なぜそういうふうに間違ったふりするかっていうと、みんなが俺の間違った部分を指摘して盛り上がるから。 だから、あえてその漢字も読めないのもわざとやってる。言葉の言い間違いもわざとやってる。俺はね、盛り上げるためで何でもやるよ。俺、B 型。まあ、そんな感じで、今日は裁判の日です。水にゃんとさくら虎高さん。ね。ら虎高さんとの裁判です。 結果はダッスーさんの放送枠でね、語られるか、ミズニャンの放送枠で語られます。あ、はい。あ、ぼう中傷ですはい、今ね、書いてるやつ誹謗中傷なんで、僕の顧問弁護士に相談します。やめてください訴えるよお前ら。僕のね、顧問弁護士に言うからね。 やめてくださいね。え ?50 個、お花見50個。え、誰えー、ええー、マジえガチパネえど、ー、ドンチケーいいんですかこんな50個もらっちゃって。ありがとうございます。ウルトラえど、ー、ドンチケーありがとうございます。じゃあ。 ブロックやめて、ブロックしてないよ。あのさ、ブロックなんてやるやつなんて三流なんだから。もう俺はブロックはしないことにしたから。うん。俺は一流だからね、配信者として。ブロックしません。うん。しょうもないよね、お前ブロックね。二度と来ないで、貸す。うざいんだよ。お永久ブロック、お前。 は時間がないんでね、やっていきます。はい。じゃあ次いきます。え、次がね、うん、あ、これはもうびっくりしたんですけど、なんとですね、ほんとびっくりする。え、5月さ、桜祭りご、ご、こここれ3000するやつだよね。さーくらー、さーくらー、 桜が舞い落ちるウルトラドンチキ君が君が君が今日のアラブ世紀の発イハツ今夜君がいなきゃやっていけないウルトラドンチキあがとえ五5000円だろこれちょっと喉が詰まりそう5000円のアイテム5発なのやばすぎるありがとうございますえー Z じゃないんでね。G です。ええ。わかりました皆さん。G!G です g ジ e ザスあ、投げてくれた,したのは、俺のことをね、ずっと応援してくれている、スーパー恩人さんですよ。じゃあ、あの、話戻しますけど、なんとですね、え、999個おいおいおい 枠が進まないで、ね、これアイテム飛びすぎてありがとうどんちけーいいんですかこんなもらっちゃって。いや、お前アイテムあ当たり前に優先だからな。そんなもん。優先じゃないと思うなよ。優先だから。いや、終わる終わる、大丈夫。じゃあ、話戻しましてね。なんとですね、とある配信者が、 えー、目撃。ツイッターでも写真投稿してるんですけど、なんとこんな画像が投稿されました。名前は一応ね、札幌池ちゃんのツイッターにて。えー、ちょっとね、これは、どうなんだろうね。 あの、札幌池ちゃんが多分写真撮ったんだと思う。で、あの、大久保公園の前って援助交際にたまり場なんだよね。要するに未成年とかいっぱいいるんだよ。で、それでお金稼いで、東横キッズは整形立てる、立ててるっていう話なんだよね。で、なんか、その、わかると思うけど、女の子がいると、ポストの横に。さらに横になんか、黄色と白服着たね、見たことがある、 ちっちゃいおじさんがいます。ええー、そう。それが、ルイさんです。このルイさんが配信外ね、なんか、池ちゃん曰く、援助交際の交渉をしていたってツイートしてました。見てください。池ちゃんのツイートにて、大久保公園で、 買収譜に交渉をしてるとか草と。しかも配信外らしいですね。で、ルイさんは今日の朝の放送で、道を聞いていただけだっていうふうに言ってるんですよ。これが真相どうなのかわからないのでね、電話したいと思います。ちょっと。大久保公園はね、でもね、めちゃくちゃ可愛い子多いんだよ。びっくりするぐらい。 未成年多いけどねだ東洋キッズはどうやって金ねえ稼いでるかっつったらやっぱ援助交際なんだねうーんあれあったあったこれか出るかな電話君が君が今日の日産君がいなきゃ生きていけないすっとことかいよロビンソンどっちきあもしもしはいレイさん今日も あのルイさんのネタでやってるんですけどすみませんはい類さん聞きました、はい、大久保公園の前で援助交際してるて、はい、事故ですすよね、すごかったです。あれ僕が朝女の子に声かけてあの写真もらったんですよ足の切れた写真と動画ああ、そうなんだ そうなんですよたまたま昨日見た昨日の夜見てたんですよって,言って朝配信で画像と動画もらったんですよその女の子が撮った。ということはイさんは、はい、まあこういうことだねあの大久保公園の前で足首が吹っ飛んでいた画像と動画をね、はい、配信外でその買収婦っぽい女の子に声かけてもらったってことだ、まあ 全然に買収夫ですねあそこにいるのは。あ、ですよね。だって。でもそれ以外。カチンボだよもんね。うん、はい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 、はい、え、でもね、池ちゃん曰く、はい、大久保公園で買収に交渉してるって言ってるんだよ。この写真が。うんあの。調べたら2月26日の写真らしいんですよ。え？ってことは2月26日に。もう15日以上前じゃないですか。うん,う,んう,んうん。 雑談たきから拾ってくんなよそんな写真と思ってあっかけちゃんこれ雑談たるきが拾ってきて貼ってるだけこれじゃあそうそうそう昔の写真もうそれが昨日とか今日とかだったらやっべえなと思ってるい、ね、ルイさんるいさんでもねここで矛盾が起きちゃうんだよこれ大久保公園で、はい、事故った足の画像と動画をもらってるシーンなんだよねあっ違う違う違うそれ,はそれはまた別件です昨日あ別件なのこれは,れはうん あ、あ、そうな、ああ違うんだ、はい、それは別件ですど,どういうことなじゃあこれは2月26日撮られた画像だけれどまた別件の話なんだ、はい、別件でそう昨日たまたまあそこにやってたらあの写真をあそう LA <え><え>さんはじゃあこれねまあ新宿に住んでるわけじゃんはははいはいはい、はい、もう俺に嘘つかないでほしいんだけど俺は絶対にそんな通報もしないしはいはい、はい 友達っていうかまあ、知り合いだと思ってるからね知り合いになっちゃったとええー、あのねルイさんこれは、はい、ルいさんの口から聞きたいんだけどこれはもう買収してるわけじゃない無限の彼方へさあいくぞ笑ってこらえてやれんの勝ってどう思いますこれ難しいよねだからルイさんちょっとおかしくなってるよね あのー、あー20個しかもこれえ20個って何待って待ってこれ20個ってえ20個ってやばいんじゃないのこれ高いよな花火分だよね一発マジかよ君が君がアラブ席を大す今夜が君がトップワン君がいなきゃやっていけないるったらどっちきありがとうございます いやーもうメタル社長ありがとうホント大好きうん。じゃあ、ちゃんに連絡するわ。じゃあね、るいさんが、まあちょっと変な矛盾を言ったからさ、何がどうなのか分かんないよね、正しいのかでも、るいさんこういう服着てたのは知ってる俺はね。池ちゃん、どこだっ 提供はメタル社長でお送り出してます。あ、イケちゃんおはよう。おはよう。ようあのイケちゃんあのツイッター見ました。ツイッターあのいっぱいあ寝てたごめんねイケちゃん寝てる時に電話しちゃって。<laughs> いいよいいよ。 今日は誰、誰がいるの女の子は、隣に。今日はって。いやいや、いつも女特会引っかいでさ、いるじゃん。いないだろ。えー、ろそうなのそれ君だよ。俺は特会引っかいもしてないよ。配信外でよく見るよ。配信外でよく見るうん、可愛い,い子連れてかわ。いや、その、たまたまでしょ、その時は。 羨ましいなーって、えー、パルパルも、うん、あんな太っててもモテるんだなーって、うん、まああの子はロビンちゃんだから、ね、ロビンちゃん,んでモテてるわけじゃないよ普通にご飯行っただけだからね、うん、そ,そ,のその先行かないからだって返したじゃんその女の子はねいやあれは放送が回ってるからね、うん、返したんだよちなみにけっちゃん放送してたの分かってんだから、うん、あえて前撮ったんだからねそこは。 あそうなん、ねね、え池ちゃん番中なの違うわあびっくりした、うん、で池ちゃん話戻すんだけどね <laughs> はいあのるいさんがまあそう、うん、池ちゃんのツイッターでねるいさんが女の子となんか買収婦と交渉しているとか草っていうツイートがあったんだけど、うん、これ池ちゃんが撮った写真なのこれあこれね、うん、僕じゃないんだよあそうなの うんこれじゃあ第三者が撮った写真なんだたまご,ごっちさん <laughs> あーいつもいるよね大久保とかあ<の>しその歌舞伎町の近くにであの子の年齢を聞いた、うん、何歳なのえ<歳>えー <laughs> 本当なの？なの<あ>えこれはいつの写真なのちなみに、うん 指導じゃないよ。何日か前、あ、二月の二十六日なのかな、ルイさんが言ってたけど。うん。うね、で、ルイさん曰くね、これはなんか道を聞いてたらしいんだって。うん。だから。それは違う。たまごっちさん曰く、これはもうホテルその,の行ったのを見たのかな。いや、交渉したらしいよ。あ、なるほど、構想。音楽交渉。配信外で。 別に行ってはないけれどお金の交渉はしてたと。うん、で、高かったから行かなかったみたいな。いつもいるのだから、うん、新宿歌舞伎町で放送するでしょ朝。うんで。切るでしょ、歌舞伎町でなぜか。うんうん。あのー、あそこらへんで、あのー、パラパラと俺が会ったとこらへ<ー>んあ、うんした。あれから 一分行ったところって、大久保公園じゃん。うん、で、あそこで女探ししてるの。るえー、じゃ、ルイさんは、まあ、交渉してるわけだから。ワンちゃん、常習犯の可能性があるってこと、何回か使って。エッチだね。その、それ以降の写真も。順番にあるんで、パルパルに送りますね。え、まだあるの。 あ,あその次もあるんですよそうでしょあ、ルイさんが朝女にいねえだろうがにわかって言ってるよ。いや、いるんですよ。朝も朝も、えー。え、なんでさ、ルイさんがやっぱり100,000年前の。そういうことね。マジ、はい、か。え、本当にこれ14歳なんだ ?17 歳ね。じゃあ17歳か、ごめんごめん。3個1 0て青年、おいらしいよね、なんか。 なんかね東洋キッズの方がいるからさどうやって稼いでるんだっていうあ<ー>そうあなるほどねだからやっぱあのクオリティ高いよでも梅毒持ってるかの猿が怖いよねうーん流行ってるらしいからみたいな顔してるじゃんいや可愛い,い顔してるけどねイケ <laughs> <laughs> ちゃん言い過ぎじゃないそれはうん言い過ぎでしょびっくりしたわ今うんね いやいやルイさんいるよ。え、うん、あバイトくみたいな顔しやがってあルイさんのこと言ってたのね。女の子に対して言ってるのかと思っちゃった。ああ、女の子かわいいよ、うん。なるほどね。うん、あわかった。<laughs> イケちゃん、ありがとう。電話出てくれて、うん。うん、寝ますね。うん、ごめんなさい。おやすみなさい。はい、おやすみ。ぐグッグッグッうん、ってことです、まあ。真相、闇の中ですね。まあ ホテル行ってるとこまでは見られてないけれど、交渉してるとこは玉子ちさんが確認してると。で、池ちゃんはさらにその先の写真を持っているらしいです。で、ルイさんは、まあ、道を聞いてるだけ、みたいな配信会で。ってこと、っていうことの疑惑でしかないってことですね。うん。あー、危ねえ。俺もさ、正直言っていい歌舞伎町のさ、あ大久保公園で、可愛い,い女の子が立ちんぼしてて、 2万円ぐらいでね、エッチできるって聞いてさ、正直、やってみたいなって気持ちがあったんだよ。でもさ、もうできない。使えねえこんな怖くて。写真撮られたりとかするんだから。うん。道迷こっちゃ、いや、道は迷わないでしょ、ルイーさん。だって大久保公園なんだから。どう、ま、迷うのうん。ってことですよ。ね、性病怖いからね。うん。あの、 俺さ、その大久保公園歩いてたらなんか外国人に声かけられて「お兄さんどう?」ってなんか見た目は可愛らしいんだけどなんか男っぽかったっていうかなんかニューハウっぽいって感じしたから拒否ったけどなんか外国人もいるからね昔もう34年前の話だけど外国人の方が多かったね言い訳タイムだったらこの話題しないでしょ俺が。 えまあそんな感じで、まあルイさん疑惑です。はい。じゃあ次行きます。うん。まあそんな感じですね。え次がまあちょっと買収婦の話になったんで、次は風俗の話です。あの配信者が風俗引退です。とうとう引退しました。それがこの方です。でルイさんは、 やっぱりたまってるんだよ。名前はこの方。ユリアです。ニコ生収益審査通ったので、風俗引退して配信専念するということです。はい、なので皆さん、まあ、ユリアのね、ことが好きでたまんなくて風俗通ってたリスナーさん、配信者。 ま、ちょっと引退なんで、残念ながらもう活用というか利用はできません。今後は、ね、配信者のユリアとしてね、応援してあげてください。ええー。そんな人いないでしょいるよ。あの、眠り姫テきなちゃん。まあ、まなみちゃんね、今ね。まなみちゃんなんでパパ活しててさ、すごくお金もらってるって言ってたんだよ。200万とか300万とか。 ぶっちゃけ、まなみさんがそんなもらえるほどの顔ではないと俺は思ってるんで。でもそんな顔であってももらえてるから、ね、正直時まなみちゃんとゆりあちゃんだったら、ゆりあちゃんの方が俺はまだ可愛いかなと思うから、全然あり得るよ。稼げてるんじゃないそんなに稼いでたらしいよ。じゃあえ、次いきます。はい。え、次がね、うん。あ 次、あの、ユウノくんからね、なんかライン来ててさ、まあ、紹介してほ欲しそうなラインだったんで、紹介します。まだね、あの、笑いしさんの件でやってるらしいんだって。さんが来たわ。こう、ゆうのんびから。ストーカー被害を訴えている女性の TikTok アカウントを調べて、1、子供の画像動画を渡す。に Twitter を見つけてツイートを読み上げる。三。 生配信しているアカウントを見つけて配信しない方がいいよと発言。なぜ DM やコメントなどで連絡を取らないのか、ただひたすら調べるだけ。まだ続きます。いや、俺はもう来たものは拒らないよ。ちゃんと紹介特に配信者のやつはね。次に、えー性えー、性少年育成法で11時までの家に 帰らななきゃいけないけ大炎上ニュース10時頃に帰宅 JK の発言を受けて配信で12時に帰宅した11時に帰宅した帰宅した時間は覚えてないと最初から言ってた覚えてない最終的にユうのの嘘と他人のせいにする一般人のレベルを超えたとぼける虚言他人のせいって書いてますねちょっとどういう内容なのかちょっと俺もわかんないんだけどちょっとユうノくん連絡しますえー だから言ったじゃんゆうのくんは怒らせないはいいよ。ええー。彼は止まらないよ。悪いけれど。俺ね、ゆうのくんは怖いタイプだからね。怒らすと。ああ。ちょっと待って。これ、何の内容だったんだろう。あ動画もある。これ、どういう意味なんだろうな。 あ、ゆう空くんもしもし,もし,もしありがとうね、はい、LINE でなんか情報をくれて、うん、あとんでもないですはいあのこれどういう意味なのこれですねあの、うん、前半数分見ただけでわか,<ー>、はい、かるんですけど動画の内容でわかるんですけど言ってた言葉が変わるんですようんあの JK の「 アカウントを調べて TikTok と Twitter と、えー、ツイキャス e r と思うんですけど生配信サイトを見つけたアカウント見つけたんですよ。ううん、で見つけてその TikTok でその、まあ、ストーカー被害を訴えていた女性の子供がいて、うん、その子供の画像を探してるんですよ、うん、動画を。笑いさんがそうなんですよ。おうなんでって<う>これわかんないじゃないですか、意味わかんないじゃないですか。 本人のアカウントだからそれコメントとか DM とかするのはすればいいじゃないですかあのストーカー被害を訴えてるのとかうんなるじゃないですかで子供の動画探してて <laughs> でツイッターでツイートを読み上げたりしてるんですよその女性のうんであとツイキャスでもう放送しない方がいいよみたいなうんあの TikTok の顔と本当の顔が違うからバレちゃうよみたいなこと言ってるんですよあね<れ>それ意味が分からない確かに d m ツイッター分かったんだったら DM 送って「うん、僕のことストーカー被害を訴えてるの何なの?」って、うん、聞くだけでいいんだけどこれ何なんだろうっていう嘘それで、うん、その数日後にそんなことやってないっていう、うん、えっとツイッターは確認してないけど、ツイッター見つけてないそれは言あそうなんだそう,そうなんですよ<ー>で 一応、こちらとしては被害者だから、女性はストーカー被害を訴えているから、うん、そういうのって圧になるんで、うん、やめてもらいたいと発言をしてたっていう。なるほどね、まだ言われ続けてるから、言う、まあの君は動いてるわけだ。はい、それで、パルさん大炎上ニュースで、10時ごろに、えー、帰宅したって言ったじゃないですか。まあ、10時ごろって言ったんですけど、言ってたね、それがどんどん変わって、うん、12時になったり、うん、11時。 前ななったりとか最後覚えていい感じの発言コロコロ変わってて覚えてないって言ったんだねなるほどはい動画をね見ていただければわかるんですけどそれが普通じゃないかとこれツイッターであげてるのちなみにツイッターでげてますあなるほどねじゃあ「見てみるわ」っはいうのかありがとうねなんかまたあのあればいつでも電話でしてくれれば僕あのだ 演説でででききるる場所はね用意んりまちなみに、はい、ゆうのくんまだこれからも笑いさんのことはとことんやるって感じかなあのーうん、もう本当はやめたいところではあるんですけど、えーあのー、嘘をついてこうやり返すみたいな感じでああもういたちごっこだ今なんかカレンちゃんと川上さんとかに関して僕が笑いちにストーカー されていた被害者だって言ってるって嘘をつかるっつって,て、うん。えもう一回言って。そんな発言してないんでよ。うん、ああそうなるほどね。ああ <laughs> <う>はいで向こうはだから証拠ないってんですかね。言ってるだけなんで。ああ<ー>もう,もう口だけで言ってるから,あ,るから、ね、ありえないってことだ。はい。なるほど。ああそこ大変だねじゃあ。うん。はい <laughs>。ああそういうことか。ありがとうねユウノ君。またあのよろしくお願いします。

これ、これかな、動画なんだろうこれ2000年17歳の女子高校生を40代後半の男が親の承諾もなく 4, 4分ぐらいあるな、まあ、これはど,どうすればいいのこれ4分間ちょっと時間ないからなこれでもう優乃くんのツイッターで上がってるから見たい方はそっち見てくださいちょっと子供一生写ってるかどうかちょっと今調べてもらってる4分4分で8分あるんだよ うん、時間があるときにあるかねっ「ゆうのチャンネル」よろしくお願いします、えー、次の動画2023年3月12日 <laughs> ほらほら気になってない Twitter <laughs> 見つけた話で言う<ー>の嘘ユーノの嘘だそうですあの人病気でしょ俺そんなことしてないぞ <laughs> 聞いたこれが「ユうの」のやり方なんだよ嘘だよ あ、なるほど<俺>こういうこと言われてんだなよな,なるほどね <laughs> 大丈夫笑いさん咳してるけど <laughs> やばすぎない言うのってあ、悪口言われてんだねやばいんだけどだから終われないんだよゆうのくんも <laughs> 大丈夫笑いさんもうそういうねちょいちょい嘘つくでしょあいつああ嘘つき、つきすぎだよな <laughs> まあこういうふうにちょっと悪口やれてるから、ゆうのくんがしつこいっていうコメントもあるけれど、でも、笑いさんもね、わたいにして悪口言ってるから、やっぱこれは、もう、身が滅ぼすまでやるんじゃないね。だからお互い様なんでこれは。どっちが、こう、心が折れるかっていう勝負なんだよね。花咲ちいさん、ありがとう、どんちきー。えーえ、なんか、 かわいこちゃん、フォローもされてないんだけど、ありがとう三発音だから、笑いさんと優のくんでもバトってる、これだから、まあ言ってしまえよ、これはね。遠くから見ていた方がいいよ。あんま深入りすると巻き込まれるから。これはもう男と男の意地の戦いだからね。時間ないんで、もうちょっと次行きます。優のくん嘘つき呼ばわりしてた笑いさん。 その嘘つきという部分に対して、ゆうのくんは嘘つきってなんだって。いや、証拠こっちの方があるし、お前の嘘ついてるじゃんって反論をしてる。みたいな感じでしょで、ゆうのくんはそういう反論をするから、また笑いさんが、え、なんだ俺を嘘つきおばりしてんのか。お前も嘘つきだろっつって反論しても、本当に永遠終わらないループ。うろぼろす。え尻尾と口がね、こう、噛んでるやつ明る永遠ループなんで。一生あんないよ、これ。 怒らしちゃいけないんだよこれで次いきますうん。あ、次がね、これ石川紀きさんが心配です。あの、のあ野田沙織さんの LINE から来たんだけど、えっとね、まあ昨日ちょっとほらって言ったんだけどさ、ちらっと。のりゆきさんがあのパチンコライターの女性に対して、まあちょっとね、まあもう噛みついたと。で、その噛みついて でまああの炎上したというか話題になったわけですよなんかボロクソに言われたみたいなここのメンタルが病んじゃうとかそういうのがあったんですけどなんかそこのまあやパチンコライターなわけだからその女性の方所属している事務所からこんななんかええー、ツイートがなされました「ほら言うなほら?ホラー」いやいや「ほら」っていうか「ほら」じゃないでしょ。 これですね出ちゃうプッシュお知らせ SN 等のへの投稿に関しましてこんなこと言ってる大事なとこピックアップするね上,上ら辺省いて <laughs> 皆様から 直接お声をかけていただく当社所属タレント及び契約タレントはもちろんのこと SNS 等でいただくご意見はち,ょっとちっちゃくて読めないんだよな少なからずえ動画制作担当すスタッフまで届き日々精進する胆力になっておりますちょっとちっちゃいな文字がこれもっとアップするか みんな見えるこれ俺目悪くてねこうするか一方中には所属タレント等個人やその家族などへの脅迫とされている内容ちょっと途切れてるなダメだこれ目が悪くて見えないわこれこっちの方が見え見え えー、家族などへの、ね、脅迫と取れるような内容また当社所属タレント等や当社に関する事実と異なる投稿もございます当社として当社、えー、所属タレントの心身や生命を守るためおどおぼ脅かされる内容に関する投稿等について脅迫としてまた、えー、当社所属タレントを 当または当社のイメージを著しく損なうような内容に関する投稿に,等について業,業務妨害として無事告発を行うなどとして刑事上の責任を追及するとともに民事上の不法行為 任を追いいたしまますすって書いて書見えないんだよこれ漢字が難しくなるほどええー、目がおかしくなるわ、まあ、要するにね、まあ、内容を見ると、まあ、悪口とか言ってた人はこれからは追及しちゃうぞって言ってるんだよで直近で石川紀之さんが言ってたからさ紀之さん訴えられるかもしんないこれ。 こんな公式声明文出し,出したわけだからどう,どうなのこれはやる,やるのかなやらないのかなでも追求していくって言ってるもんなどうなんだやるのかなこれ弁護士立てんのかな、ね、ええいや分かんないなこれはそうどのライターに言ってるかも分かんないよねこれ。 石川さんに電話しろ行けなくけないだろお前石川さん訴えられるんですかっつってああ訴えられるよっつって石川さんのラインだって思ってたっけいいえよお前かけれるわけないじゃん石川さん訴えられるんですかっつってお前にかけろよって言われちゃうよ もうあ,、まあ、あと8分しかないんでねサクッといきます。とある配信者の嘘が発覚ですいや怖いなと思った今回のこの本タイトルの件は。まあ本人からね LINE で来てさそのまあ内容を見たんだけれどまあ結構ひ、まあその嘘だったんだなって感じです。 えー、で、その、内容は、なんとなんとですナイスお願いします。すいません。言う前に。えー、すいません。あの、よければね、あの、600ナイス欲しいです。ください。いい、いいですかえー、あと230人の方、お願いします。あの、5000人いるんでね、 押ししてくれると嬉しいですだだだめですか、えー、もう時間もないんでねもう正直押してほしいっていうことをこう手でねこうコスコスしながら祈るしかないお願いします、まあ、今日のねあの昼の休憩時間つぶしになったよありがとうパルちゃんアイテムとかお金は投げれないけど右下のナイスボタン無料だから押してあげるねって方は押してください 僕、それ助かります。あなたの、その、ナイスをしてくれることによって、一つの、ね、あの、善行たる諸行を、あの、神様に掲示ができる。ね。で、あなたはもし死んだ時に、間違いなく天国に行けます。なので、皆さん、善行を積むことにより天国に行くということならば、僕に善行を積んでください。なので、ナイスをしてってくださいどんチキゃー

小林さんがね、キャットちゃんを妊娠させちゃったんだよで。妊娠検査薬とかエコー写真とか、そういうの送られてきたらしいんだって。で妊娠しているみたいになって、ちょ、日とか3日ぐらいに話題になって炎上しました。ですが、これがなんと、嘘だったということが判明しましたあの、小林から LINE で来たんだけれど、キャットちゃんのエコー写真を、 見るとね、えー、キャットちゃんが送られてきたエコー写真は2022年の何月ってね送ら,れてきた送られてきてたらしいんだってこれですねこんな感じで2023年の2月13日こういう。 子供いるんだよってて写真が送られてきたとで、あ、子供いるんだと思ってさ、思ってたらしいんだって。するとね、なんとですね、これ、えー、インターネットの検索にね、こういう検索の仕方をすると、全く同じものが出てくると。ちなみに、え、エコー写真17313っていう検索をするとね、全く同じ写真が出てくると。 はい。で、その写真を見ると、2016年のエコー写真だと。妊娠7週目のエコー写真。で、これをアップするとね、こう右上に、あの、いつ撮られたかっていうエコー写真の日付が出るんだよ。で、さっきの二千これは、 え、なんとですね。2016年の10月3日の写真。なので、画像が偽造されているっていうことで、あの、小林から訴えが来ました。訂正しといて、ということで。なんと、このエコー写真、嘘だったってことが判明しました。ええー。 小,小林の話聞く限りねえああ、これ2016年でしょで次の写真がえー、2023年の2月えでもねどうやって合成に見えないよねでも写真は一緒なんだよ見てほしい比べてほしいえ2016年をこれ今足しますこれね インターネット上で出ている2016年の画像。で、2023年の、あの、要するに、キャットちゃんが妊娠したと思われるエコー写真の写真。うん。どうですか、ね、似てますかねえ、あ、養分来た養分来てる知ってるようん。なんて書いてた養分は。 予算来た予算も来てたの何つってたの、はい、クリニックの名前見せてクリニックの名前は待ってよなんだこれこれかクリニックの名前出していいのかなこれあえて出してないんだけどでもあの中ちゃんですね えー、中ちゃんって書いてる。な <laughs>、これでわかるんゃな。中ちゃん、中ちゃん、中ちゃんクリニック。中ちゃん、中ちゃんクリニックだね。えー、中ちゃんクリニック。養分がそこ加工してるって言ってるちょっと待ってね。ちょコパのやつ見るか。 なかちゃん、なかちゃん。これか。ちょっと待ってね、画像を見るわ。あこれね、なかちゃんクリニックね。これ2023年の中ちゃんクリニック。あれああ、なるほど。 確かに、こっちの方が、ああ。なるほどね。名前は一致してないけど、名前はちょっと変えてるね、これ。これ見せるか。もういいか見せてなだ。怒られないこれ。これ、小バにね、送られてきた画像なんだけど、まぁ、あ、ちょっとここ、ね。 なんとかレディースクリニック。これはあの、2016年の画像ね。ええ、これね、これ名前書く、これ違う、あの、病院の名前書いてるから。ね。で、あの、小林に送られてきた移行写真の画像がこれ。ええ、なんか、 これ中山レディースクリニック。ただ、この中山っていう中山があまりにも不自然すぎるというか、このレディースクリニックは多分本当の文字だと思うんだけど、これ中ちゃんのこれ中山がね、あ、やばい、汚いの映っちゃう、これ。こうなってるという感じで、やっぱり、2023年だから、これ、細工してるんじゃないかっていう話だね。どうなんだろう、これは。 わかんないよね。これ難しいよね。黒なのか白なのか。俺が見る限りこれはちょっと黒いけどな。うん、え、これイキリストが送った画像なのこれ。やば時間過ぎてる。大丈夫かなちょっとイキリストに電話するか。 え、女の子が小林に送ったやつじゃないのこれ。ねで、それで生きる人見て、あ、本当だって確認取って、知ったみたいな感じでしょ流れ的には。ち、そうでしょ生きる人がなんかやったわけじゃないでしょその女の子の証拠で見たってやつじゃないのうん。だから生きる人は、まあ、要するに、騙されちゃったってやつじゃないのこれは。 出ないわあちなみにあの女の子の部分もなんかイキレストの枠で暴露があってなんかその女の子の話を聞くとき子ママのお店行ってる時になんか小林がその日なんかキャットちゃんの家に来たらしいんだって。でなんか来ちゃって家には入れなかったらしいけどなんか警察に相談する予定らしいです。 だからちょっと男と女のね揉め事があるってことですよこれ本当かどうか分かんないけど来たかどうかの部分もねうんイギリス寝てんじゃな多分小林に惚れてるんだな小林がキャットちゃんに家に行ったらしいんだってキャットちゃんのラインを見るとねでそれ今日はもう終わり軽井沢行くよあ行くかじゃあ軽井沢ええー 行ってきてよこの金持ちこの野郎ありやすとんちけええー、えだからその女の子のエコー写真をまあ写されてねまあそういうふうに言われてたけれどまあ絶裁問題ね実際問題まあそういうことだったってことでしょう。 ということで今日のね、ね、ふわっち大炎上ニュースでしたらもう1時、1時までなんでこれほんと出なきゃ言われちゃうんで、出ますちょっと、1泊分取られたらもう2万円取られるからね。ちょ、で、出ますわもう。